こんにちは、たけです。武者だらけのたけが歯科に通い続けたです。小学校のところから歯磨かなくて武者だらけだったたけが、歯科衛生士に通い続けたらどうなるかという動画ですね。今回は8回目ですね。8回目で、ね、一応こう前を入れたんですね。で、ね、本当だったら年明けですぐ撮ろうと思ったんですけど、なんや、その僕の言ってる歯科医院の方がちょっと先生がちょっとコロナになっちゃったんで、ほんでコロナになって、ほんで僕の場合はこの一旦この治療してこの要は前歯を治療して肩をやらなあかんですね。で肩って大体ね、なんか僕も週1回しか行けないんで、1週間ぐらいかかるらしいんですよ。ほんでそのちょうどその要は、コロナになられて、ほんで行ける日にちがちょうど火曜日やったんですよ。で火曜日やったら次の火曜日にならダメなんで、ほんで仕事がねちょっと行けないんで、それやったらって言ってだいぶずらして、やっと今週もうね半月以上ですね。1ヶ月もいかないですけど、半月近くはね歯医者に行けなかったんですけど、やっとね行ってこう前歯だけ修正してもらいましたね。この間やって修正してもらいました。これで残ってますけどね。だからやっぱりね、これちょっと色がね微妙にちょっと綺麗ですよね。僕歯汚いんで歯が汚いんで、なかなかそのなんかちょっとねこここうとこうと全然良くありますけどね。ありますけど、まあでもこれで綺麗くなったんで、あとこっち側ですね、これを今度3つぐらいあるらしいんですよ。3つぐらいあるんで、これを1つ3つぐらいをいっぺんになんかしてくれるらしいんで、ほんまね、まあコロナになられたんでしょうけど、まあでもね、いいお医者さんですだからね、やっとね、あとは区間はほうなくなっているんで、あとこことここすかね、この辺が一番目立つんで、この辺の3つやるって言ってました。で最後この辺にするんちゃいますかね。ちょっとその辺はね詳しくは聞いてないんですけど、まあ状態が悪くなければしないかもしれないんですけど、多分まあ状態次第でしょうね。まあでも切りくなった方がねいいっちゃいいですもんね。ここは目立つんですけど、ここすぐ目立つんでね、だんだん切りくなってきてるんでね、ちょっと嬉しくて、最近よく、まあ、前から歯はねよく磨いとったんですけど、最近は特に、でも磨きすぎるとダメって言われたんで、あんまり磨いてないんですけど、で、この間、何だかな、歯医者さんが出してる本の、YouTube の、何だかな、考察動画じゃなしに、要約動画、本要約動画をちょっと、見たんですよ。で、そこに書いてあったのが、なんか1回より2回の方が良くて、2回より3回はそんな変わらないんですって。だから最低1日ね、なんか2回はした方がいいらしくて、だいたい24時間で歯石ってなんかつくらしいんで、だから24時間置かずにさからやると結構歯石ってつきにくいらしいんですよ。僕はもうなんか遺伝なんかなんか分かんないんですけど、歯石つきにくいんで、だからいいんですけど、だから結構歯石っていうのは、24時間かかるんで、できれば、1日2回した方がいいらしいです。僕でもね、もうなんか最近ずっと磨いているんで気色悪くて1日2回に止めようと思うんですけど、やっぱ朝昼晩食べるじゃないですか。だからちょっとね気色悪くてね2回止めなくてです。一応軽く3回はしてますね、するようにしてますで 僕のパターンやったら、一応朝やって昼やるでしょ、ね、晩に普通の歯磨きをやって、まあ、教えてもらったバス法っていうやつをやって、最後に、水流の何やったかな、エアークロスってやつか、エアークロスクロスじゃねえかな、エアークロスやったっけな、エアークロスっていうその水流で汚れを飛ばすやつがあるんですよ。それを最後に使って終わってるって感じですね。ほんでちょっと最近ちょっと歯がちょっと切れくしゃくなってるんで、ホワイトニング用のその歯磨き粉を使ってますまあ大して効果はないかもしれないですけど、まあまあ
やるだけはちょっとやっとくかなと思う。最近ちょっとね、歯の意識はかなり高まりました。以上です。そしたら、虫歯だけだらけの竹が歯科医院に通ってからです。よければチャンネル登録、いいね、お願いします。